アクセス機械仕掛けの戦を止めは泥死郎による日本のライトノベル。イラストは安西誠。角川スニーカー文庫より1998年1月に刊行された。ゲームクエスト誌に1997年3月号から同年11月号まで掲載。同詞が休刊となったことによって未完のまま連載が中断されるが、掲載された作品に、 書き下ろしの結末部分を追加した形で、角川スニーカー文庫から単行本として刊行された。サーバントと呼ばれる自律思考型の二足歩行型ロボットが生み出されて10年、その普及により、高校の部活動の一つとして選ばれるまでになった時代。高校のサーバント研究部に所属する野上明は、9年前に、義惑の神名が目の前でさらわれ、 助けを呼ぶ声を無視して見捨てる悪夢に悩まされつつも、部活動に精を出していた。年一回開催されるサーバント展示会に向けて、戦闘用サーバントの設計を進めてきたアキラは、しかし、資金不足を理由に出場危険を、幼馴染の坂木原恵美子に伝えたところ、そのつてで、大手企業ギゼのサーバント廃棄処分場に立ち入る、機会を得る。 その廃棄処理場でアキラは自分を兄と呼ぶ妹の面影を持つ少女型サーバントを拾うことになる。ありがとうございます。